早速使わせていただこう。また賭けをしよう。ルールは簡単。ここに撒いたカードから私を見つけて倒せば君の勝ちだ。はい、こんにちは、ライムです。今回はめちゃくちゃ唐突なんだけど、先日新宿にあるアルトニア、新宿アルトニアに行ってきたんだよ。知らない方のために言うと、スクエニーショップ、スクエニーカフェの特殊なっていうか、スクエニカフェしか行ったことない方だとちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、スクエニカフェのプラスさらにもう一つ一部屋があって、そこでなんかいろいろ展示だったり、普通に服だったりね、アクセサリーだったり、そういったね、スクエニグッズが売ってるっていう。で、それがスクエニの本社の隣にあるんだよねっていうところに行ってきて、で、現在スクエニカフェとあとアルトニアでFF7R リメイクだね、 FF7 のリメイクのコラボやってるんだけど、そのコラボカフェ僕行ってきました先日ね。で、そのコラボカフェの模様についても今度後日動画にしてアップしようかなとは思っているんですけど、とりあえず今回ね、そのアルトニアで買ってきたキングダムハーツグッズを買ってきたんですよはい、大事なところで買ったね。そう、キングダムハーツのグッズを買ってきたんで、それを紹介する、それだけの動画ですなんだけど、行くよこれね。行くよ、普通に紹介するよ。ババーン、こうかな。はい、キングダムハーツのトランプ。はい、ということでね、このキングダムハーツトランプ、これ見える見ちょっと光、これあれか、これ剥がした方がいいか、剥がした方がいいね。もう完全未開封の状態なんで。で、このキングダムハーツのトランプを買ってきたんですけど、これ中身さ、絵柄気になるでしょ皆さん。キングダムハーツ好きとしては、そう、トランプって時点で、ムムムってなったと思うんだけど、これはね、中身も気になると思うんだよ。開け方汚ねえな。シンプルに開け方が汚ねえ。はいはい。で、開けた。あ、開けました。で、このね、見えるかな。ちょっとこれ、光の加減でちょっと見えにくいかもしれないけど、このね、柄もしっかりね、キングダムハーツのプリントをされてるんですよ。ちょっと見にくいかもしれない。この動画だとちょっと見にくいかもしれないんで。あとで写真等もつけようかなとは思うんですけど。はい。こんな感じでですね、キングダムハーツ、プレイングカーズっていう感じになるのかな。はい。っていう感じで、これ皆さんね、中身ものすごく気になると思うんですよ。こいつを開封していきたいと思います。で、これね、結構高い。これ普通にね、普通のトランプがどれぐらいの値段するかわかんないけど、でも100均で売ってそうだよね、トランプ程度。なんだけど、これがね、2700円。高っ。高すぎ。値段見たとき、高ーってなったんだけど、これはもう買わざるを得ないと。で、これは中身開封動画はネタになるぞと。アルトニアで思ったので、これはねしっかりは開封していきたいなと思います。で、1枚ずつとりあえず見ていこう。だからテープあんのかこれ。雑物はね、大事な使うね。で、1つずつ見ていこうかなと思うんだけど、絵柄のある方向をカメラに向けて1枚ずつ撮っていくパターンでいこうね。はい、でここから僕引き出していくんで1枚ずついきましょうね。で、下の机に並べよう。で、あとで最後にそのね、全てのカードを並べてみたって感じで見せよう。はいはい、これなんだ。ああ、これね、オッケー。キングダムハーツ3のエンディングとかで出てくるやつだね。はい、
で、これ皆さんお気づきですかね、僕の背景にすでにこのこれがあるんですよ。たまたまです。これ今ちょっと並べて、これね、これまさにこれだよね。でこれがキングダムハーツ3の、やってた時のスクエニカフェとかアルトニアでやってた時のキングダムハーツコラボの時なんですよね。これで、まあ、特定のものを注文するとこのこれなんて言うんだっけ忘れちゃったそう、テーブルに敷くやつ、ランチョンマット、そう、ランチョンマットだ。ランチョンマットがああいうあもらえるんですよ。特定のからランダムでもらえるんですけど、そう、それを僕は未だに、大事にして飾ってます。で、今回も FF7 の、ランチョンマットをもらってきたので、それはまた次回ね、 FF7 の、行ってきたコラボカフェ行ってきた動画で、まあ、撮ると思うんで、はい、そちらもぜひチェックよろしくだせ、はい、宣伝入れたところで戻ろう。はい、ちょっと取りにくいなこれ。はい、2枚目いくよ。ドゥ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 、ジャッキーン、おお、いいね、いいの。これ多分もう順番通りになってるのかな。でもこれはあれだね、キングダムハーツユニオンクロスの、これ何周年記念イベントだろう、2周年だか3周年だかぐらいの野村さんが描いてくれた絵だねこれ。はい、これまだキングダムハーツ3が発売してない時だったね。だから、カイリとかこういう服装になるんだって、このキーアートで知ったんだよね。まだカイリの服装とか公式にはこれ以外出てなかったと思うんで。はい。これも並べてと。さあ、次行くぜ。3枚目。3枚目は果たして、果たして、ズズズズ。じゃじゃーん。お、これエースがヤングゼアノートなんだね。ヤンゼアですよ。若ゼア。はい。なるほど。あ、ちなみに裏面ですけど、裏面はね、こんな感じで、このパッケージと同じだね。パッケージと同じ柄のやつが載ってます。かっこいいですね。はい。クールですよ、クール。はい。ということで、2枚目いきたいと思います。2枚目 ?4 枚目だね、4枚目。4枚目。まあでも、最初のやつが、はい。あれ、なんだろう、ジョーカーなのかな、そういえば。はい。2番がゼムナス。ゼムナスじゃない、ごめん、アンセムです、アンセム、はい、アンセムですね、はい。これ、あとなんだろう、エース、なんとなくあれの気がしてたんだけど、やっぱ新13機関の、あれかな、っていうわけでもなさそうだな、3番、ゼムナス、はい。で、これ、あれだな、普通の立ち絵で来る感じだな、はい。4番目。シグバールシュだね、ルシュシュ、はい。で、5番目、じゃじゃーん、バーニトス、普通の立ち絵ですね、これ。シグバル落ちたけど、まあ、後で拾おう。後で拾おう。はい、ダークリック、はい、6番。なるほどね。じゃあ次も大体わかるかな、大体皆さんもうこの感じわかってくる。はい、ルクソード。あ、このまあ本当にやっぱルクソードやっぱセブンだよねってとこだよね。はいはい、ということで8、サイクス、感じるか月の力を。はい、で次いくよ。次、じゃんじゃーん、あ、補欠くんだ、デミックス補欠くん、結局に味方というか、まあ、助けになってくれたんで、ね、はい。次がビクセン、ああ補欠くん第2号だ、補欠くん第2号。どちらかっていうとあれなのかな、どっちも変わんねえか。いきます。はい、ナミネ、空の記憶を消せ、さあ、はい。さあ次は、次が、あ、今のジャックかということは、次はクイーン。ああ、やっぱ、クイーンはラクシーヌなんだね。はい。クイーン、ラクシーヌさん。13機関の。まあ、シオンを抜けばこう言ってるか。はい。次がキングだね。次、キングなんだろう。えい。ああ、まあ、そうだよね。そうなるわ。そりゃそうでしょうよ。マスターズやノート。はい。おっさんの方だね。おっさんノート。さあ、後のカードだよね。後のカード逆に何があるんだ。
全番号で、エース。なるほどね。これ、あれか、2組目は、今度これ光の守護者になってくるのかもしれない。エース、先ほどの、あの、最初の白い方のエースが、ヤングゼアノートだったんで。なるほどね。そうなるんだ。またこれ順番通り行くのかな。さあ、多分次2番だと思う。あ、なるほど。赤い2番が、リクだ。なるほどね。さあ次、もう3番皆さんお分かりでしょう。これ多分ね、もう僕も分かるもんだって。こう空陸と来たらさあ誰っつったら、キャー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 来たね。最高だよ、最高。グッドグッドグッド、足がもう太ももグッド。はい、さあ次行くよ、4番。あ、テラだ。じゃあこれ来たらもう多分次、多分もう次あの方でしょ。あの方、あのベから始まる人でしょ。ベから始まる多分あの人だよ多分。えい、そうで、そうでしょ。5はベで、やっぱりここはやっぱ合ってるね。先ほどの5番、誰だったか分かりますか。これバニタスなんですよ。やっぱベンバニなんだね。やっぱベンバニで来るんだっていうところでちゃんと合わせてるんだね。ちなみに2番はリクと、2番がリクと、やっぱりこんな感じでアンセムなので、やっぱある程度の関連性はあると。はい、で6番だね。6番は、はい、アクア。これはなんだろう、アクア6番がさっきダークリクだったんだけど、まあアンチアクア2人とも闇落ちするっていうところの関連性なのかな、わからんたまたまなのかもしれないけど。はい、じゃあ次7番いくよ。じゃじゃーん、あ、みんな大好きロクサス、親友に触るな。はい、これはルクソードだからあんま関係なさそうだね。これあんま関係ない。はい、8番、じゃんじゃーん、あ、みんな大好きリアだね。はい、アクセル、リア、カッコアクセル。ちょっとこれ紛らわしいよね、キングダムハーツ3結局みんなアクセルって呼んでるし。うん、あ、8番はやっぱサイクスなんで、サイクスだったんでリアと合わせてるわ。で9番、何かね、あ、じゃんじゃーん、まあシオンだよね。まあそう来るわ、そうなるわな。でシオン、シオンがまあデミックスだ、関係なさそう、この辺は。この辺は関係ないね。さあ、次10番。じゃんじゃーん。あ、ナミネさん。かわいい。かわいい。かわいいが、かわいいが溢れてる。はい、10番。ああ、まあ、ビクセンが一応ナミネさんの助けしてくれるから。で、次、ジャックだね。ジャック。ジャックが何か。グーフィー。うん。こんなところにも幸運のマークがあるかもしれないね。あれ、その、ちょっとコメント違うな。こんなところにも、まあいいかやめよう。はい、次がクイーンだね。クイーン、じゃじゃーん。あれだ、でもドナルドのよくよく考えた最強の武器ってセーブザクイーンだよね。確かドナルドがセーブザクイーンで、グーフィーの最強の盾がセーブザキングだった気がする。その意味もちょっとあるかもね。結構やっぱちょっと考えてるな、ちゃんと。グーフィーそういえばセーブザキングだよね。あ、でもそういうわけでもねえな、よくよく考えたら。そっか、さっきあれだもんね、グーフィージャックだったもんね。関係ねえよ関係ねえよキングはもう絶対だって、あの人だもん。キングって言ったらもうキングだよね、あの人だよね。あは、やあみんな、僕と一緒に課金しよう。まあそうなるわ、それはそうだよ。このキングだよ、このキングって言ったらこれ以外ないもんね。だってもうな、呼ばれ方すら王様だからね。はい、でここまで全部出たかな。ジョーカーが多分あれだと思うね。じゃあでもあれ、でもさっきのねキーアートが謎なんだよね。こっから多分ジョーカーってことだよね。ああれ、またエースだ、またエースだ。これ柄いっぱいあるんだね。エースがこれキーアートだね。キングダムハーツのファイナルミックスのパッケージイラストかなこれ。うん、キーアートです。はい、なるほど。で、こっからまた順番続くのかな。この動画結構長いね。長く、長尺だぜ。行くぜ。次多分なんだこれ。あ、2番。あ、すごいね。これまたもう一組まだあるんだこれ。これちゃんと、これはチェームメモリーズのパッケージだね。すげえ。この動画めっちゃ長くなるから、もうちょい巻きで行こうかな。もうちょい巻きで行った方がいいね。こんなに全部柄違いであると思わんかったわ。はい。次が3番。3番になるはず。はい、
これがキングダムハーツ2のパッケージ、これだっけ。ファイナルミックスとかいろいろ出すぎて、どれがどのパッケージかちょっと分かんなくなって、でも今のは間違いなくキングダムハーツ2だと思う。あ、次4番、あ、デイズだね、デイズのやつだね、多分ね。ミンミン違う、やっぱちょっとキーアートも増えてきたからね、さすがに17年やってるこのゲーム。はい、次行くよ。5番、じゃじゃん、あ、これ横にした方がいいな、逆でした。はい、このキーアート結構好きなんだよね、これかっこいいよね。13機関メンバーと、あと、ワン、ツーのね、メンバー映ってる感じの。これかっこいいよね。チェーンメモリーズかワンというか、どちらかっていうと。はい。で、次が6番。6番なんでしょう。さ、ドドン。あ、やっぱデイズだね。これは、ちょっと前っていうか、先週話題になってたの、島村で、これの絵柄の T シャツがね、販売されたんですよね。で、まあ、もう売り切れらしいですけど。これでアクセルの顔が見切れてて、アクセルファンが大激怒っていう炎上してたよね、ちょっと。はい、で7番いきます。じゃんじゃーん、あ、いいね、これはコーデットかな、これコーデットだと思うよね、多分、確かそうだよね。はい、で8、じゃんじゃん、そうだ、 BBS とか来るのかな、あ、だね、 BBS だ、逆、はい、こうですね、はい、BBS だ、はい、ユニクロ、キングダムハーツ、ユニオンクロスやってる方は、この絵柄だいぶね、記憶に新しいっていうか、まあ、よく使われてるので、覚えはあると、はい。これがドリームドロップディスタンスだね、そうだね、3D だ、はい。で、次が10番、じゃんじゃーん、これはなんだっけな、特定のパッケージではなかったかな、でもこれも好き、これ好きです。はい、次11番、ジャックなんでしょう。はい、じゃんじゃーん、かっこいいよね、これも僕結構この絵柄結構好きですね。はい、てかこれね、あのアクア可愛いんじゃない、この絵柄の。この絵柄のアクアがめっちゃ可愛い。このアクアがさ、メダルで来ないかなってずっと思ってる。あの、ユニオンクロスのメダル実装来てほしいなとずっと思ってる。常々思ってさ、次が12番。クイーン。なんでしょう。じゃんじゃーん。あ、予知者とか映り始めた。予知者とかいるね、これ。これ、後ろにいるのマスター・オブ・マスターと、あ、ルシか。はい。ですね。そう、このアクアもね、実装してほしいと常々思ってる。てか、女の子は全部実装してほしいわ。はい。で、次が、キング。ジョンジョン、あ、キングダムハーツ3のパッケージだ、ついに。ジョンジョン、この絵柄からもね、実装してほしいよ、マジで。何回言ってんだよ、これ。はい。で、一周したかな。で、こっからまたジョーカーあんのかな、もしかして。ジョンジョン、あ、まだある。え？もう一組あんのこれ。やばくない？今度ステンドグラスかこれ。ステンドグラス始まったぞ。やば。やばタニエン。やばタニエン。マジで？こっからまだある。すごいね。じゃあ多分ここからもう、あ、ステンドグラスシリーズ始まるぜ。さあ、次は2番。じゃんじゃん。あ、これあれだね。キングダムハーツ3の最後にも出てきたね、これ。夜空と戦う時にも出てきたやつ。ここからステンドグラスシリーズだね。すごいわ。はい。じゃんじゃーん。これはチェーンメモリーズのやつだね。はい。さあ、3番。あ、4番だ。4番いくぜ。じゃんじゃーん。リクもチェーンメモリーズのやつだね。これあれだ。ユニクのクロスでいう、キーアートナンバー5だね。確かに。ナンバー5。で次が、あ、これだ、制服会議のステンドグラス。これいいんだよね、制服会議なかなか出ないから、なかなか出ないっていうかレアだから。ね、うん、はい。で次が、ナンバー6。はい、ロクサス。これあれだね、3でも出てきたやつね。はい、3、ロクサス。
やばい、テーブルが大変なことに。はい、じゃんじゃーん。はい、シオンかわいいね。テレシオンかわいいっす。マジかわいいっす。かわいいっすってもう死語だよね、使わないよね。はい、次8いくぜ。じゃんじゃーん。これチェーンメモリーズのやつだね。さっきも出てきたからだ。はい、え、ごめん、チェーンメモリーズじゃねえ、コーデットだ、コーデット、ごめん、コーデットだね。はい、次8じゃない、ナイン。はい、ハゲ映ってるね。ナイン。さあ次が、テン。花坂天使テンくん。はい、これ王様、あはよ、みんな僕といっぱい課金してくれたかな。まあね、ほらディズニー行ってる方は間接的にっていうか、もうほぼ直接的に王様に課金してるわけだからね。はい、ということで次ジャック行くね。ジョンジョン、あ、また王様かよ。はは、よみんな、また会ったね。これからも僕をよろしく。はい、よろしく、課金どうぞ。ということで次が、クイーンだ、クイーン。ジョンジョン、あ、また王様かよ。すごすぎ。キング、アイアムキング。はい、王様。で次がキング、まさに次キング。これもこれで最後だ。ラストカード、ラストドロー。俺はキングを生贄にこいつを召喚する。じゃじゃーん。あ、じゃじゃーん、最後にこれ持ってくるか。これはあのユニオンクロスのあれだね。あの各ユニオンの絵柄だ。ユニオンのステンドグラスだ。まあユニオンクロスやってない方もいるでしょうけど、この動画見てる方は。まあ僕が所属してるのはまああれですね。インビー様がマスターのアングイスですね。はい、お、なるほどね。まあユニクロ系 YouTuber としてはこれは綺麗な終わり方なのではないだろうか。はい、そんなわけで、まあ、計何枚ですかこれ。 13×4 なんで、これ何枚、26、52でプラスジョーカーが2枚あったんで何枚54枚のカードを紹介しましたが、最後に写真出して、あの並べた写真出して終わろうかなと思いますが、はい、すごいね、思ってたより気合入ってた。なんかもう2組ぐらい、なんならもう1組くらいの絵柄でもう数分54枚入ってんのかなと思ったら全部違うっていうね。全部違うのは本当すごいな、すごいわ。まあ、そんな感じでしたね。だから結局ジョーカーがこの2枚ってことだね、多分。これこの2枚が、このトランプに対してのジョーカーというふうになってるのか。かっこいいね。これは全然これで良かったなと思います。はい、いや、ただここまでね、絵柄を紹介してきたんだけど、このねトランプを使って遊んでくれる人はねいないっていう特にいないっていう、遊んでくれる方。そうなんだよね。だからこのトランプ買ったはいいんだけど、遊んでくれる方から募集していかないとね。3年、いや5年後に期待してという感じで、これで大富豪やりたいよねこれ大富豪やりたいよね。大富豪だって8渡しとかさ。あ、でもあ、結構ローカルルールあるからね。あの8渡しって言って伝わらない人がいいかもしれない。8切りの7渡しだ。8切りとか7渡しないとこもあるよね。あとなんだっけ、6捨てとか、6捨て7渡し8切りどうでもいいか。大富豪のローカルルールの話どうでもいいかはい、なそんなところで、これでね、まあ、キングダムトランプ興味も持たれた方はね、ぜひ買ってみてください。まあ、ちょっとね、冒頭でも言ったらちょっと2750円ぐらいで若干お高めではあるんですけど、まあ、本当にね、今見てもらった通り絵柄もね相当綺麗に作り込まれてる感じがあるので、これ皆さんね、あのキングダム好き、そしてあとトランプ好き、みんなで大富豪したいぜ、イエーイっていう人はぜひ買ってみてください。そしてっていうか僕と遊んでください。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。
参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。